無法良いですぞ、誰やねん。とりあえず回復してコイルを連れて行きたいね。お、アイラさん、こちらです。ほいほい、どこへ向かってるの？トレーナーズスクールでポケモンさんと力を合わせて戦う姿、よかったです。だからアイラさんはあの時トレーナーでもなかったのに、星雲ちゃんを助けられたんだって、ポケモンさんに選ばれたんだって、私分かったんです。はあ、そういえばケンタロスさん。大丈夫なやろもう。あの人が引き取りに、来てくれてねえけど。部門。なんか全然島キングと、誰やった？ハウやっけ。おう、リーリーに会いな。ハラハラさせましたが、ケンタロスは連れて帰りますぞ。そうだよな。こやつを慣れてくれますかな。ん？ケンタロスをなでなで、ちょっとドキドキロトロト。なるほど。どうやってなでるの？ブモー。ん？なでれないけど。ケンタロスめ、喜んでおりますな。あ、もうなでたんや。ポケモンはお手入れされるとご危険になりますからな。わかってる。戦闘の後になんかあるよね。ミラノ州、いろんなところに行くのですな。ポケモンや人に出会うことで人生は面白くなりますぞ。頑張ります。島キング憧れるよね。戦わずにポケモン沈めてさ。俺、ケンタロス好きだけど、乗るのは怖いもんね。まあ、暴れそうよね。ねえねえ、リーリエたちどこ行くの？私はアイナさんをハオリシティに案内しようと。それってナイス。さすがリーリエ。アイナ、アローラに来たばっかりだもんね。ねえねえ、俺も行く。美味しいもん食べたいしさ。ここはハオリシティじゃないんか。はい。それでは皆さんご一緒に。わー、ワクワクする。ほらほら、こっち。どこどこ？え、もう案内してんの、ハウじゃん。ハウさんたら。アイナさん、私たちも行きましょう。ハオリシティはアローラで一番大きな町なんです。なるほど。ハオリシティを歩いてみろと、ビーチとか楽しそうだろ。ビーチがあるんや。いいね、いいね。あ、回復してから来ればよかったかな。え、地下？ハウオリシティビーチサイドエリア。何？すべての村や町が繋がってるのかい？なんか誰かと早速話しようんやけど。なんだなんだ、みんなすげえ動いてるな。お？めっちゃスタイルいいやん、あのお姉さん。海！海だよ、海だよ。お、なんだ？あら、あなた、はるばる遠くからアローラに来たんでしょ。なんでわかるの？アローラの挨拶、一緒にしましょ。アローラ。ほらほら、君もアローラって挨拶したら、みんな仲良し。ハウオリシティは建物いっぱい、観光案内所もあるろ。ふんふん。んで？どっから降りるんだこれ、こっちか。ハウはどこへ行ったの？あ、ねえ、なんか落ちてますけど。拾っとこう。目ざといやつ。あ、モンスターボール、やったね。イエーイ、きっと誰か、この辺泳ぎよる人とかの落とし物やろ。ハウおらんくね？なにこれ？ブニュー。え、なにこれ？ポケモン？やーどー。ね、ハウいなくなったんだけど。消えたよね。なに、もう自由行動なの？ハウオリシティショッピングエリア。あゆな、足音聞こえたから来たよ。足音？どんな耳してんだ。ねえ、ハオリすごいでしょう。アローラっていいでしょう。おお。ねえねえ、アイナ、いいとこ案内してあげる。何？ねえねえ、ロトム図鑑持ってるといいものもらえるって本当？耳がお早いですね。まだあまり出回っていないロトム図鑑の拡張パーツ。その名もポケファインダーをどうぞ。あ、これ写真撮れるやつやない。ね。すっげえ。
よかったね、アユナ。ポケファインダーだって。で、ポケファインダーって何？知らんのかい。ポケファインダーでポケモンの撮影ができます。撮影できるポイントはロトムが教えてくれますよ。では、説明書を読みますね。ロトムにタッチするか、R ボタンを押してくださいです。ロトム図鑑ってすごいな。ポケモンとは違うアイランのパートナーだね。え？でも中にロトムがいるんだよね。じゃあポケモンなのかな。まあそうなるよね。まあいいや、俺先行くね。なんだなんだ、マイペースすぎるだろ。ポケファインダーで撮影したポケモン、本当にキュートなんですよ。ポケファインダー早く使ってみたいロトね。ね、使ってみたいね。もう自由すぎるだろ。おい、お、来た。アイナさん、ハウさん、案内所はどうでした？案内所？どこ？今んとこ？ロトム図鑑パワーアップ、写真撮れるようになったよ。ロトムさんすごいですね。ね。おお、びっくりした。パシャ。お、なんか記念撮影された。え？今のなんだろうね。アイナ、次は美味しいもの紹介するね。結構間抜け面が映ったんじゃないの。もしかしたらロトムさんもっと撮影をしたいのかもしれません。で、私ブティックでショッピングをしていますね。おしゃれだな。え、てかあなたがちょっとハウオリシティを案内してくれるんじゃなかったの、リーリエ。ん？よう、トレーナーさん、いいもの持ってるね。なになに？ポケファインダーできるならいいこと教えてやるよ。なになに？ん？なんか壊れとるけど。壁の壊れた部分が撮影スポットでさ。ほう。ほら、ロトムも反応しているだろ？タッチしてごらんよ。レッツプレイファインダー！アイコンが変わったら R ボタンろ。R ボタン。あ、まじ、こっちか。あ、こういうこと？ポケファインダーを起動した。え、ピカチュウがいるんですけど。スライドパッドでカメラの向きを変えられるろ。ほうほう。いろいろなアングルで世界を見てみろと。ベストな瞬間を捉えたら R ボタンで撮影。1回の撮影で6回までシャッターを切れるろ。あ、かわいい。ね、これアップにはできないの、アップには。近づきたいんだけど。は、映してしまった。冴えてる。ありがとう。よかった、冴えてたらしい。ね、こっちの方近づいてきてくれないかな。あ、かわいい。テンションが上がる。あー、いいね、いいね。もうちょっとこっち来てくれない？ちょっと反らしたりとかしたらなんか、してくれたりしないの？ねえ、こっちにおいでよ。あー、いいね、いいね。ピカチュウ元気で治療しよる気分なんやけど、今。ね。私、あれ超好きやったよ。こっちにおいで。おー、いい。いいよ、いいよ。もう6枚全部使ってやろう。1回の撮影で6枚までやろう。さあ、もっといろんな動きをするんだ、ピカチュウ。途中で逃げたりとか専門かね。ああ、いいよ、今の。なんか超嬉しそうやん。写真好きなんかな。え、てか、ピカチュウ欲しいんですけど。でも写真撮影でそこにおるってことはピカチュウそこにおるんやろ？捕まえれんのかな？ああ、そのポーズはさっき撮ったんだな。なんかもうちょっとドアップになっていただきたいんだけど。ドアップに。なにこれ。なんかよくわからん。ほら、こっちへおいで、ピカチュウ。全然来てくれねえ。なんかもうちょっとさ、走り回ったりとかさ、ね、動きがあってくれたら嬉しいな。てか、こんな街中にピカチュウおるんやね。もうこいつは動く気がないんじゃないだろうか。あと1枚なんだ。はっ、いいね。写真の選択、どの写真をみんなに見せるのと？見えねえ。あ、横に出とんやね。ちっこいよ。
全体的に超ちっこいんだけど。これかな。見せる写真はこれでいいよ。アップ完了だろ。みんなからコメントが来たろ。うわ、なにこれ。なにこれ、誰みんな。無法良いですぞ、誰やねん。ブシャー、ここ知ってる。腹減った。ハレー、これからも応援してるよ。腹減った。知らんわ。食えや。こんな感じで撮った写真はいろんな人からコメントがもらえろと。これだけの人がこの写真を気に入ったろと。いい写真だったろ。へぇ。最高記録更新したろ。すごすぎだろと。なんか基本的にさ、何やろ。平均がわからんのやけど。1500人が気に入るとバージョン2にアップできるらしいろと。え、マジか。あと500人ほど。あともうちょっと。頑張ろと。頑張ります。じゃあとりあえずこれで終わっておこう。いやーいいね。撮影できたかい？ポケモンは正面から撮影するといいらしいね。なんかピカチュウずっとこっち見てたから。ポケファインダーはとにかく撮って撮りまくるといいね。ふんふん、なるほど。ハウオリシティ、お店いっぱい。ブティックとか興味ないろ？ブティックね、だって高いじゃんきっと。お、リリエいた。なんかいいのあったんかな。アイナさんは自分で服を選んでいるんですか。そうだよ。普通そうですよね。私、母が選んだ服だけを着ていて。でもめっちゃセンスいいやんそれ。自分にどんな服が似合うのかよく分かっていないんです。そうでした。アイナさん、ブティックでこれをいただいたのです。何？何も買っていないんですが。なんでも来店99,999人目記念だそうです。ですが私、同じものを持っていますから。何？アイナはレンズケースを手に入れた。レンズ？同じもの？何？サングラスかなんかかけとんかな。お、コスメポーチ。いいやん、いいやん、女子力。アイナさんとお揃いになりましたね。あ、嬉しい、それ。なんかすごい、さっそうと去ってったけど。ハウオリシティ、施設いっぱい、役所もあるろ。役所。おお、びっくりした。何ここ、駐車場？こんなところに。あ、ここ。ここじゃねえわ。あれ？何もないな。あ、向こう側になんか行く場所があるっぽい。あ、ポケモンセンターあるやん。よし。しっかりと回復をしておこう。休ませてあげます。それではお預かりいたします。あ、すげえ、一匹一匹ああやって出るんや。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用をお待ちしてます。んで、私コイルを引き出したいんだ。あ、てかこの中におるポケモンはあれじゃない？体力回復してないまんまじゃない？じゃあとりあえずこのどれ移動する？何と入れ替えよっか。なんか一通り進化させていきたいやんか。でもなんかバタフリーはさ、進化したばっかりでちょっと使っていきたいような気もするし。悩む。あ、でもあれかな、やっぱりバタフリーと交換かな。じゃあコイルで頑張っていくわ。え、体力はどうなの結局。あ、満タンじゃん。さすがジョイさん。よし、じゃあこれで。なんか通信しよる子らおったね、今。ちょっと気になった。ほらほら。君の子だっこ欲しいからもう一回交換しよう。クイック通信であっという間に交換できた。何クイック通信って。聞いたことないな。んで、なんかこっちの、お、なんだなんだ？スカルダンの連中、またポートエリアでたまろってたから。キャプテンに伝えておいたよ。暇を持て余すとろくなことをしないもんね。神々の遊びとかしだすかもしれん。スカルダンはならず者。むやみと勝負を吹っかけたり、人のポケモンを奪おうとするよ。ポケモンを売りさばこうとして試練の場所に忍び込むけど、いつも失敗してるもんね。格好悪すぎやな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。